面白くなくても聞け。さ、よく芸能人の人とかさ、テレビに出るときにさ、こう、きらびやかな服を着てね、でいて、センスいいわーなんて、ね、センスいいわ、即抱いてって感じじゃないですか。もう、今だけこの野郎畜生っていう。大変僕なら、この野郎畜生すっごい流行ってるみたいですけどね、もう、何ちょっとさ、それこそ、かっこいい系の男の人がさ、かっこいい服着て出てきただけでさ、もう見てるね、視聴者の皆さんは、ワーオーってもう感じじゃないですか。だけど、あれは、スタイリストさんとかついてるわけです。別に、本人はね、今誰ですかああいうので、かっこいい系の人。いるでしょ、ソリマチ君、なんか昔うちの親父が男前って言うと三浦友和って言ったみたいで、なんか嫌ですけども、知らねえもんはしょうがねえや。まあソリマチ君とかさ、ね、テレビに出てる姿を見てるわけですから、みんなあれはそのソリマチタカシがセンスがいいかどうかって問題よりも、ソリマチタカシについてるスタイリストはセンスいいだけのことじゃないですか。わかんないですよ、日頃はな、全裸にちくわぶ一丁みたいな格好でさ、ちくわぶは服じゃねえよ、もう。そういうこともあるわけですよ。ね、おでんの具ですよね。でね、何が言いたいかと、僕にもスタイリストさんがいるんですよ。いるんですよ、と。当たり、ファッションリーダー。ね、ファッションリーダー。まあ、この場合のリーダーは、例えば、ワールドカップのサッカーのリーダー的存在が中田とするのは、俺はコント赤信号のリーダーぐらいのリーダーなんですけど、待たせたなぁですけども、エニクーもう、兄貴の原型をとどめてないからもういいですけどね。まあ、そう、ファッションリーダーって話までしましたかね、それはみんな納得いったでしょうから、話先行きますけども、まあ、俺こそメンズ飲んのがさ、いつも、ね、俺ことブーンがいつもさ、いろんなこうかっこいい服を着てるのも、これはね、申し訳ないけど、俺のセンスじゃないの。スタイリストのセンスなんですよ。で、うちの合理的マネージャー、ね、合理的マネージャー改め機械、ね、ロボット、ね、どうもありがとうミスターロボットこと、西野由紀子っていうこうマネージャーがおるですよ。で、そのマネージャーが、昔はうちには、僕のとこには一流のスタイリストがついてたんですよ。その道の一流のスタイリストがついてたんですけど、なんて言い方したらいいかな。普通スタイリストなんていうのは人のお洋服を着てるのは大好きで、洋服のセンスがあるしかなるじゃないですか。だからこう俳優さんなんかについたりすると、もう都内のいろんなさ、そのブランドを置いてる洋服屋さんとかにこう行くわけですよ。代官山だとか、広尾だとか、ああいうところの、なんか、B、ね、わざと間違えてますけど、ああいうとこ行ったりとかして、こう、いろいろ、借りてくるわけ、衣装を借りてきて、で、着せるのが楽しいわけじゃないですか。で、最初についたその一流のスタイリストさんっていうのは、キャラが高かったんだよ。だってな、テレビに出るだろ？その当時テレビに出て、俺のギャラとスタイリストのギャラが同じなんだよ。服なあ、おかしいよな、どう考えたってな、それぐらいの人がついてたわけよ、最初な。で、その人が、そういう世界の一流の人だったんだけど、俺についてからっていうものを、2軒の L サイズ専門店の、こう、その中でも俺に入る服っていうのが、だいたい1月に3種類ぐらいしか出ないんですよ。上3種類の下4種類ですから、そのこう、組み合わせトリックで12種類のパターンしかないわけですよ。それに悩んで、心を病んでしまったんで、変わったところで、うちのその、ロボットマネージャーの西野が、そういうね、一流のをつけてもしょうがないっていう。だから、本業は違うけど、もう何なんと、本業はスタイリストじゃないんだけれども、スタイリストをやりたいという人に、こう、なんて言うんですかね、兼業農家みたいにして、ね。兼業農家みたいな感じってあるじゃないですか。本業は、工場で働いてんだけども、たまにナッツを作ってる感じの、感じで、スタイリストやってもらったら、ギャラが安くて済むんじゃないかっていうんで、最初にね、うちのマネージャーが連れてきたスタイリストっていうのはね、センス、結構センスあったんですよ。いろいろ。まあ、俺が来ちゃったら台無しなんですけどね、もうね、結局のところは、俺が来たら台無しだけど、
持ってくるお洋服、あの、その、何軒かしかない L サイズ専門店しかないと思ってたら、その L サイズ専門店でも、あそこにもあるらしいと、ここにもあるらしいと、いろいろ見っけてくれて、来てくれて、バリエーションが多少増えたりして、だったんだけどね、この子はね、なんかね、夏場とか、こう、なんですか、あの、タンクトップとか着てるとね、なんか体中にいつもミミズバレがあるんですよ。で、なんだかわかんないけど、評判悪いじゃないですか。だって俺のスタイル、みんなは兼業だって知らないですから、なんか伊集院さんのスタイリストは、体が傷だらけだよっていう。じゃあこの人本業ね、SM 嬢だったんですよ。本当に。これで、その SM 嬢だった人は、結局1年ぐらいやってもらったら、2年ぐらいやってもらったら、つい、まあ、この間までやってもらったんですけど、その人はね、縛られる方の人だったんですけども、最近気合の入った縛り方をする男がいなくなったということで、縄師の勉強になる。縄師っていう商売があるの知らないじゃん。あの、SM 雑誌とかで縛ってる人は縄師なんですか？あれは、あの、縛り方にもやっぱりプロの縛り方があって、縄師の勉強をするって、忽然といなくなっちゃったんですよ。ね。ほいでね、結構説得したんですけどね、ダメでね、あ、何時だったかな、喫茶店でね、ずっとね、話したりとか、でも、今ね、給料も安くて申し訳ないと思ってるけど、俺のギャラではこれぐらいしか払えないしと。それでいて、あと、でも、すごくセンスはいいし、お願いしたいんだけどって言ったら、交換条件で月に1回縛らせろと。俺縛られちゃったら、そのまま醤油で煮たら焼き豚になっちゃうんだからさ。ダメじゃないですか。それでまあいろいろ吸ったもんだって、まあ忽然と姿消しましたわ。ほいでね、最近ずーっとね、この半年ぐらいね、スタイリストをね、やってもらった女の子はね、一応通称ハムちゃんっていう女の子なんですけどね。で、ハムちゃんってあだ名は、ハムに似てるからハムちゃんっていう、大変女性としては名誉な、もう女性の全てがそう呼ばれたいと思ってるような、ボンレスですよ。ボンレスですけどもね、ハムちゃんっていう女の子なんですよね。この子も、あの、値段のやつだから言って、僕が払ってるギャラのやつだから言って、僕が渡してるギャラでは多分暮らせませんから、でいて、他に仕事をやってるらしいんですけども、この人がね、聞いたらね、やっぱりね、どこでうちのあのロボットマネージャー見っけてくんですかね。まあ、やっぱキャバクラで働いてる人らしいんですよ。キャバクラで。でもね、それ自体は何の問題もないじゃないですか。でも、どう考えてもハムちゃんですから。普通に、それもう気軽に、ね、ハムって言えるぐらいハムちゃんなんですよ。本人も、そうだろうなっていうぐらい、ちゃんと返事するぐらい、でね、そんなんでも、もう定着、悪気もないぐらい、ね、ハムちゃんで、キャバクラで働いてるって言ったって、ねえ、キャバクラっていうのをこう入ったところで、僕も想像でしかわかりませんけど、それはもうね、六本木の静止堂書店の隣の3階のところには行ってませんから、一度も行ったことがないですから、わかりませんけれども、指名っていうのがありましてね、あるらしいですよ。ものの本によれば。朝日年間によれば。ねえ、あるらしいですよね。あるらしいですから、自分のこう好きな女の子を指名するわけじゃないですか。でもね、そんなそこそこのお金を取るわけですから、そうお金を取って、ハム見るんだったら、ご贈答品売り場とか結構ありますからね。あれ、ただで見れるより、ちょっと食べられますしね、あれね、用事でさせたりして。で、どういう風に、やっていけてんだろうと思ったらね、あなんかね、すごいらしい。私はね、指名はないんです。でもね、すごいんですよ。他の子にはないんですけど、逆指名ってのがあるんです。逆指名って何なんだろうって言ったら、お客さんが、この女の子が、ハムちゃん以外の女の子が全部こう他のテーブルについてるときに、ハムちゃん以外の子にしてくれんだったら指名料プラス3000円払うからって言うんで、その辺がハムちゃんに入ってくるらしいんですよ。システムです。嫌がらせなのかよ、それは。本当に。ね、すごいよね。普通は、だから、その、可愛い女の子がいたら、その女の子を僕のテーブルにつけて、これも僕、ものの本で読んだんですけれども、膝の上にこう座らせたりとかしてな、これはね、
感激夜叉より夜叉の4ページ目に書いてあったことなんで、今もそうらしいんですけど、こう話したりしながらお酒を飲んだりとかするらしいですよ。で、好きな子を一番タイプな子を呼ぶためにランダムに来られるのが嫌だから5000円払って、でその5000円のうち、まあ、1000円ぐらいをそのお店が取って指名料の4000円がもらえるシステムじゃないですか。本当に逆指名ですからね。もうハムちゃん来させないためだったら5000円払うっていう。そのね、ハムちゃんだけはもう3000円で勘弁してくれっていうののうち1000円がお店取って2000円がハムちゃんに入ってくから。ハムちゃん逆売れっ子らしいよ。すごい勢いでお金儲かってるらしいですね。世の中ね、いろんなね、商売ね、ありますよね。でも思ったんですけど、要するに、テレビ界の鉄則としては基本的にはですよ、基本的には、こう、今日の番組と明日の番組で同じ洋服を着てるのは恥ずかしいことらしいんですよ、基本的には。で、だから、毎回その違う洋服を借りんでも結構お金かかるんですからね、借りなきゃならないわけでしょ。あれをね、失敗したね。デビューした時に赤ジャージっていうもう芸名伊集院光って普通の名前じゃないですか。だから毎回普通のタレントみたいに洋服変えてると思ってるからこの衣装代がかかるわけで、赤ジャージっていうんだったらもう赤ジャージが当たり前だもん。赤ジャージ3種類ぐらい買って いつも赤ジャージ着て、もう何でもどんな硬い仕事でも赤ジャージで行けばいいんですよ。ニュースキャスターの仕事が来たって赤ジャージなんだもん、しょうがないじゃないですか。そんなね、そういうもんですよ。今から変えらんねえかな、赤ジャージに。どっから名字でどっから名前かもわかんないですよね。赤ジャージがあまりにじゃ知ってた、パンタロンぐらい名前にしときゃもうねえ、いいでしょ。パンタロン一本持ってればね、ブリーフね、ブリーファーって名前だと思う。そうそう、あ、俺なんてさ、今さ、ジャンルがわかんないわけじゃないですか。だから、昔ライブやってたけど、今、ライブもやらないから、メディアンっていうのもちょっと違いますし、ねえ。で、だからみんな呼び方がわからないから、タレントって呼ぶ人もいるし、あと、ラジオパーソナリティって呼ぶ人もいるし、もちろんファッションリーダーっていうのが一番呼ばれ方としては定着してますけど、まあ、みんな納得したんで、さらっと聞いてますけど、なんでしょうね、なんていうの、ブリーファーっていうもう職業だったらしょうがないでしょ。ヤクルトの選手テレビ見るときいつもヤクルトのユニフォーム着てくるでしょ。誰も何もいませんよ。ブリーファーがブリーファー入って何悪いんですか。それいつもブリーフ一丁で出てきて、でこう対談とかもそれでするんですよ。徹子の部屋とか呼ばれてもブリーファーですか。ああ、そらしょうがねえ。でクイズ番組とか出てもブリーファーですからね。もうそらしょうがないですよ。なんでそういう風にねしなかったのが今となってはね痛恨ですよ。だみんなで定着させましょう。伊集院光はタレントじゃありませんから、プロのブリーフ師ということで、もうだからこれからも衣装代の節約に入ることにしました。ということで、新年の抱負、全然新年じゃないんですけどね、と返させていただきます。曲いきましょうか。決して CD 飛んでませんよ。何言ってんですか。もし今ブツブツとかラジオ局で出してるわけですから、そんな CD にね汚れがついててブツブツ飛ぶなんてことありえません。飽きませんから、あなたの家の電波状況の問題です。それはもうしょうがないんですよ。まあCD プレイヤーとか機械のあるそばに大きく禁煙って書いてあるんですから、あのそばで何人たりともタバコちゃいけません。そのタバコとかを吸うと、ヤニが良くないらしいね。絶対ダメ。もう絶対ダメ。これ今俺が手に持ってるもの。チョコ。チョコ。パパの真似がしてみたかったからこのチョコスパーって、もやしチョコ。火はついてる。ね、ということですね。ということで、こんなの気軽に言ってるけど、今さ、これをさ、こう、TBS の偉い人が聞いたらすっごい怒られるんだろうね。まあもちろん冗談で言ってますね。タバコ吸ってるふりですよ。ふり、真似ですよ。真似。ね。でやってるんですけれども、すいませんでした。言っといた方がいいですね。今、そう、放送中にブツブツという雑音が入っちゃって大変申し訳ありませんでした。本当にすいませんでした。もう世が世ならば切腹もんですよ。はい。さ、僕生まれてこの方スキーを一回もやったことないんですよ。でね、スキー場の営業は行ったことあるんですよ。スキー場でやる営業。これで、ロッジとか、ロッジと、あと、
なんかそのスキー場の何、あの、スキー場って一回こう、ロッジがあって、リフトでこうやって登ってって、一番上のところにもちょっと売店とかあったりするじゃないですか。あの売店で営業とかしたことあるんですけど、もうね、スキー全く、できますよ。そら大回転ぐらいは。ね、来る、もう、飛びます、飛びます、軽点越えぐらいはできますけど、もうやんないんですよ。いろいろ理由はあってやらないんですよ。ほら、お袋があんな死に方したじゃないですか。だから、健在です。実のお袋の方がああいう死に方をしたんで、もうスキーはもうやめてんですけど、やんないんですけど、もうね、何がね、屈辱的かってもね、その手の営業、ロッジでなんかやるじゃないですか。で、スキーウェアを着るんですよ、やっぱり寒いですから。スキーウェア着て、で、リフトでこう登ってって、リフトで降りてくるわけですよ。そのリフトの、下りのリフトって人いねえんだよ、誰も。あれ、不思議なぐらいいないんだよ、誰も。それがさ、で、その上の、その降りてくる上のところで、その1日4回回しとかそういう営業だったりするわけですよ。要するに、午前中に1回やって、昼に1回やって、夕方に1回やって、で、また夜に1回やってっていうと、1日4回もな、あんなか一人でポツンとキリ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 って、降りてみな、な、それはね、スキーも嫌いになるよ、そんなもの。やる気もなくなるよ、そんな。ということでね。だいたい雪がだいたいね、ダメですよ。あれね、間違ってんね、雪ってのは、どうも。この間もね、雪降ったよね。何曜日ですかあれ降った？木曜日。今週の木曜日も降りそうとか言ってるでしょ。木曜の前いつ降った？木曜の前。木曜の前木曜降ったんだ。決まってんの？決まってんだ。ね、まあ、木曜が雪の日 で、金曜が分別ゴミの日なんですけど、木曜日に降って、で、ちょっとこう、雪かきとかやって、やっと溶けた頃にまた降るじゃないですか。でね。オレンジの前の道っていうのが、今の新しいオレンジの前の道っていうのが、こう、細い路地なんですよ。路地で、ずっと路地で、しかも突き当たりなんですよ、その先が。それで、そこっていうのは、大きな道は割と除雪車とか出てくれるから、なんとかなんですけど、結構路地の裏っていうのは全然こう、残ってるじゃないですか、雪が。でね、その突き当たりの、その、突き当たりの一番奥に俺の家はあるわけですよ。もう立地的に好条件じゃないですか。ね、ものすごいいい条件のところに立ってるわけなんですけど、しかもその路地は市道ですから、持ち主が怒っちゃったらもう通れません。そういういい感じのところに僕の家はあるんですけど、そこの道を50メートルぐらいありますかね、50メートルぐらい僕行かなきゃならないのに、あの雪の日はタクシーの人がもう勘弁してくれと、大きい道路はまあとりあえず走るけど、路地に行ったら無理だからって、そんなお願いしますよっていう。だってこの先突き当たりじゃないんですか、何がーなんて言ってんだけど、やっぱ知ってんね道をね、突き当たりだってことなもんだから、その入り口のところで降ろされて、でずーっとこうやって歩いていくわけですよ。雪また歩きにくいんだよね。重い戦車は砂漠に弱いとロンメル将軍がよく言ってたんですけど、雪も弱いんですよ。重いから雪ズボズボ入るじゃないですか。雪弱いから、嫌になっちゃうその50メートルぐらいで。だから何メートルかごとに俺にご褒美をやんなきゃならないわけですよ。ね。だけど、そんなとこでご褒美なんか何もないじゃないですか。で、唯一ご褒美って言えば、うちの周りの子供たちが作った雪だるまをぶっ壊すぐらいしかないわけですよ。ね。それは、まあ俺にご褒美として作ってあると思ってますから、で、まあ、なんかあるものにはこう、つま先で蹴りを入れて顔をへこませてみたりとか、あるものは大きな大回転回し蹴りで頭をゴロ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 って向こうの方やったりとか、それはそれはしますよね。でやりながら4個ぐらい壊したら、また俺ん家のすぐそばにでけえさ、もうバカが作ったとしか思えない、雪の怖さの分かってねえやつが作ったとしか思えないやつがあるから、それは政権で言ってやったら最後だから、政権ではいってやったら顔の真ん中にボコー北斗の拳っぽくなって、よっしゃ、俺の勝ちって入ってったらさ、神さんがさ、あなたに見せたいものがあるのよ。なになに？雪だるま、ドキードキ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 、明日見る、明日じゃ溶けちゃうかもしれないじゃない、いや、明日だな、それは、なんつって。明日なのって神さん寝てる間に表出てって、へっこんでとこ修復してんだよ、俺こうやって。これで大丈夫かなんて、もうダメだ、雪で。雪ダメで。で、俺また、腰痛持ちだから、ヘルニアってのはもう寒い日、絶対ダメだから、寒いとこ嫌じゃないですか、雪降るじゃないですか。それをさ、
来週の木曜日雪降ろう、降ろうっていうわけですよ。降ってやる。降るぞ、この野郎っていうわけですよ。上の方ではね。で、先週の木曜日雪降ってるわけですよ。でいて、もう今、東京はそこら中に雪残ってるわけじゃないですか。それだけでもないのに、今日行ってきた仕事が、さっき言ったワカサギ釣り。もうな、ワカサギ釣りとかな、エンデルフィッシュは釣るよ。あったけえとこにいるもん、あれは。あれは、あっち。釣りますよ。でもね、ワカサギはね、あいつね、変態だな。あんな冷たい水の中にいてな、おかしいよ。親の顔が見たいよ。多分口がとんがってて、針が引っかかると切れやすいやつだと思うんですけど、赤城山っていうところに、行ったで、テレビの番組でワカサギ釣りをやるって赤城山行ったですよ。したな、赤城山のな、サーモスタットが壊れてるらしくてな、マイナス18度だったよ。でなんで夜中ついてマイナス今18度なんですよなんて笑ってんだ赤城山の人もあんたもサーモスタットが壊れてんのか、まあ、慣れてんだろうけど、でいてそのなんとか湖っていう湖があってさ、そこのところでさ朝一番でさワカサギを釣るっていうんだけどさ、でテレビのまたちょっと衣装に関係する話なんだけど、でテレビ局がそういう時にいろいろ用意してくれて、いろんな他のメンバーいろんな人いたり、ナインティナインとかいたりとか、ナインティナインと羽田恵梨香ちゃんと矢部美穂ちゃんと、あと俺と北郎さんかなんかそういうメンバーで行ったんですよね、あの番組だったんですけどね。これで行ったら向こうでみんなお揃いのヤッケっていうんですか、スキーウェアみたいなの用意してくれてるんですけど、で長靴とこうスキー用の手袋を用意してくれてるんですけど、まずもう万全な体勢ですよ、それだけ聞けば手袋が入んないんですよ、俺の大きさだから手袋は軍手なんですよ、僕だけ遠目には分かんないんです、みんな白だから分かんないんですけど、手袋は軍手なんですよ。で、あと、みんな長靴をしてるんですよ。長靴も、その雪山専用の長靴あるじゃないですか。なんか、ちょっとブルーザブローディっぽい長靴あるじゃないですか。あれをみんな履いてんだけど、俺足31センチなんで、入んないから、中敷きを抜いてあるんですよ。ペライチ、ペライチ。ペライチなんですよ。で、でいて、最後の、スキーウェアのヤッケなんだけど、あ、二重構造になってるじゃないですか。一重なんですよ、俺のだけ。てかね、みんなはね、ヤッケなんですけど、俺はウィンドブレーカーなんですよ、どう見ても。なんか、通気良くなってるじゃん、ウィンドブレーカーってランニングするためのものだ。遠目で見ると同じ緑の衣装なんだけど、俺だけどう考えてもね、ハリボテなんですよ。マイホームで言えばドリフの家に住んでるようなもんなんですよ。みんなマイホームなんだけど、俺だけはドリフの家っていう感じの格好で、マイナス十何度じゃないですか。これでいてさ、でマイナス十何度が、明け方の6時ぐらいかな。それでいて穴っぽく開けてさ、中でこうやってワカサギをさ、散ってるわけですよ。もうなんか、ちっちゃな竿ですよ。30センチぐらいの竿で、こう直径20センチぐらいの穴っぽくを自分で開けて、その中にこうやって入れてさ、こうなんか、普通のさ、大きな魚釣るときはさ、シーバスとか釣るときはさ、シャクリって大きくこう、竿を上下させてさ、中の餌とか動いてるように見せるけどさ、もう、ワカサギはほら、もう、チビだからあいつ。ちっちゃいから。からもう、そんなに揺らしちゃダメなんだよ。なんか、ちょうど、しゃがんでこうやってやって、なんか退屈で玉金いじってるみたいな感じ。そういう感じでずっと、なあ、玉金いじりを10時間ですよ、そんな、ずっとこんなやりながらね。やってるうちに、昼になって、天候が良かったんですよ、赤城山が。で、どんどん気温が上がってきて、5度ぐらいなんですよ。人はね、俺の周りだけね、変なんだよ、氷の色が。なんかね、諏訪大惨事の匂いするんだ。で、地元の人とかがテレビ来てるから面白くて、みんなこうやって見に、スターですから、みんな見に来てるんですけど、俺の周りだけ来ないんですよ。それで、俺がアドバイスを受けようと思って近くに行くと、判別を書いて逃げるんですよ。すごい音聞いたね。午後の2時ぐらいかな。映画でしか聞いたことなかったけど、ミキっていう音をするんだよね。俺ね、高いとこもそんなに怖くないし、あと別なそんなにその、ね、先端恐怖症とかも別にないんだけど、何が怖いって言っても、よくおしゃれな、区民ホールとかできたりとか結婚式場とかって、下がすごい硬質プラスチックで、その下に、
なんか花があしらってあったりするとかんじゃん、あれは何キロ乗っても大丈夫とになってたけど、もうああいうのは絶対ダメなの。俺の体重で調べたかどうかもわからないっていうのがあるから、もうなんかしたら途中でもう胃は痛くなってくるしさ、んでまた吹雪になっちゃうしさ、大騒ぎでね。あのワカサギの天ぷらみんなうまいうまいって言うじゃないですか。あれ本当にうまいんですか。あれはワカサギをそんな思いをして釣ってるからうまく感じるだけで、でかくってやったら同じですって絶対。これだからあの穴っぽこでこうやって落としてこう釣ってるのがワカサギなだけの、あれワカサギを10時間釣るよりも1回目でポンとこうでっかいこうブリとか釣れてくれればもうそれで同じだと思うんですよ俺。それをね、地元の人はワカサギうまいだろううまいだろうなんて、うまいって言うほかないじゃないですか。これで俺と来たらね、ワカサギ釣りにハマってしまったんですよそのチンコいじるような作業が途中楽しくなってきちゃったんでね、今月中、来月中にですね、アップスのスタッフで行くことが決まりました。しかも皆さん寝耳に水です。お楽しみに。遊び先週ですかね、先々週ですかね、あのハガキで読んだ金魚に餌をあげるときにその餌の一個に自分で感情移入をしてみるっていうのを確か読んだと思うんですけど、あれハマっちゃってさ、うち金魚飼ってんですけどずっとやってんの。本当になんかね、深刻な問題を抱えてる不登校児みたいになってるんですよ。家でずーっと金魚を見ては上の方からこうパラパラパラって金魚の餌やるじゃんか。そうするとね、なんかね、あいつも分かってんね、うちで長年飼われてるから。なんか結構一回こう何あの他の餌を見てるようなふりして U ターンしてきて俺に襲いかかろうとして空振ったりするんですよ一回。俺の中ではもうセーフと思ってると左サイドバックのやつがまた上がってきて俺をタッ口に含んで出したりね。これで最後下に着地したら俺の中では勝ちなんですけど、下につく寸前にリベロがパクっていくんですよ。これが本当にね、素敵っていうか分かってるやつがやってんね、あいつね、勉強してるね、完璧にね。中頃でいろいろ修作揃いの遊びなんですけどもね。埼玉県、大宮市。名前はないのかな。ラジオネーム、昨日へ、ホップ中3、遊び。あんまり遊びじゃないんですけども、頭を洗っているとき、無防備にしょんべんすると、おねしょ気分になりますね。なりますね。ねと言われても困っちゃうんですけどね。俺も思うんだけど、シャワーを上にこうセットして、ジョロジョロって出しながら、こう、鼻歌とか歌いながら、洗ってて体洗ったりするときに、これ署名してと思うときあるんじゃないですか。あれより、いいやと思って、まずコツとしては、手を何も添えない。これで、どこにでも行けっていう感じでしょんべんしてる時に、人間として一つダメになったような気になるね。あれ、俺だけか。俺だけじゃないよな。俺だけじゃないよな。あれ、あのね、湯船、うわ、すごい今スタッフが割れてる。ね、スタッフが今、割れたよ今。湯船ションは、あんまやんなくなりましたよ。それはてめんちの、プロですか。湯船ションはなくなったんですけど、ガキの頃にうちなんか4人兄弟で、一番多いのが8人家族ですから、おしっこしたくても朝とか全員がこう集結しちゃってる時とかに、お袋さんもう我慢できないよとかで、じゃあもう風呂の排水口でしちゃいなさいって、その代わり後でちゃんとシャワーで流しときなさいよとかって、うわ俺んちだけかおい、みんななんだろうそれは、あったんだってうちは。でそういう感じがあるから、ちゃんと流しときゃ大丈夫っていう意識で、割と、シャワーしながら、でさ、なんかさ、なんか人間としてダメになったなーって感じるのが、特にリンスしてるとき。リンスなんてものすごくおしゃれなことじゃないですか。それこそ小学校の頃の俺から考えたら、リンスかなりおしゃれ。オプショナルツアー。もう全然シャンプーで洗えばもうそれで十分だった男ですから、リンスなんかしてるっていうことは、で、しかも、神さんが買ってくるリンスとか使ってるから、ちょっとこう、なんか、どうでもいいようなリンスじゃない、なんかさ、スイートな気分になるような、なんか、わかんねえけど、ジンクピーチオンとか配合してるじゃないですか。何に効くのかわかんねえけども、それ凝ったリンスだったりするじゃないですか。高かったりするんですよ、神さんの買ってくるようなやつは。で、それでなんかこう、すっかりこう、貴族だなぁなんて気になってるわけじゃないですか。それが、
それが頭は貴族なのに、下はもうな、何も意識なく、ジョーロジョーって出てるじゃないですか。あの時にね、あ、なんかね、ダメだわ、俺はっていう気になるんでね。あの、自分が今増長しすぎてると思ってるような人はね、なさりなさい。続いて、ペンネーム、ケツゲ部長横浜。遊ぶ。少しお金持ちになったら、超山奥などに自動販売機を設置して、1年ぐらいして何本売れているか見に行き、買った人のその時の心境を考えて。僕ね、これ思うんですけど、あれは1台、設置してくれって言ってきてる時は、お金もらえるんだよね。あ、要するに買うわけじゃないから。だけど、自分のうちから設置してほしいってことになると、それ多分交渉ごとになると思うんですよ。ましてや、向こうのその何、ジュース屋さんにメリットがないようなところに設置するってことになると、これはもうかなりの金額かかると思うんですけど、でもね、これちょっと改良して、やっぱり金持ち向きの遊びなんですけど、4本売れた人が勝ちっていう。ゼロはダメなの。株みたいに、例えば9本に一番近いところってやると、完璧な山奥の誰も人里離れた誰も来ないとかダメでしょ。かといって、ちょっとこう、なんかその、多分同じ山でも登山道とか入ってると飲むでしょみんな。設置する場所がね、難しくなってくると思うんだよ。これ、プロのマーケティングで、こう、一月で9本ぐらいがいいかな。一月で9本ってのはね、フルビルの中とかだな。あ、それゼロか。入らないもんね、ゼロだよね。じゃあね、タヒチに甘酒ってどうだ。ホットの。2本ぐらい行くと思うんだよ、俺。なんか、たまたまこう、日本人の老夫婦とかが老後に行ったとかね、2本ぐらい行くと思うんだけど、これいい点だと思うんですよ、きっと。それちょっとね、試してもらうとね、頑張ってみてください、お金持ちの人は。続いてですね、行きましょう。平塚ペンネーム、ケンスケ。遊び。今、自分の持っているものは、自分の家にあるものは、それが一般家庭に入ってきた当時、一般の家庭でも手に入るようになんとかなった当時の価値は、どれぐらいのものだったのか、どれぐらい贅沢なものだったのかを考えて、貧しいリッチ気分を味わってみよう。これ解釈が難しかったんですけど、テレビって家にありますよね。結構普通の家でも今29型ぐらい、21型あんまりありがたくないもんね。21型って、自分の家に21型は嬉しいけど、14型だったりするから。でも、今のリビングにあるテレビが29型別にそんなに死ぬほどきつくはないよね。29型で当時いくらぐらいだったかっていうのをさっきちょっとスタッフと話したら、スタッフの家の、家ですごい古いテレビで29型を使ってるんだけど、そのテレビは昭和58年に買ったのを未だに使ってるんだけど、昭和58年に、30万だったんだって。で、もっと考えれば、もっと初期に、出たばっかりの頃は29型だったら多分ね、物価は今より絶対安いはずなのに、60万とかしたわけだから、百何十万ぐらいの価値あるでしょ。ビデオもうちの近くの中島くんち金持ちで買った時に40万ぐらいしたんですよ。待てよ、だってコンピューターとかってすごいだろ。だって俺が一番最初に買ったコンピューター、中3の時に親騙して買ったコンピューターって、当時で全部一揃いで30万ぐらいしたんだけど、それでも、フロッピーディスクもついてなかったですからね。テープレコーダーがついてて、テープだったし、8ビットですよ。今のファミコンクラスですよ。うわ、そう考えるとすごいよな。そう考えると、今うちにあるのあれいくつだ ?32 ビット。ビットマシンかな、64ビットマシンなのかわかんないな。あれ結構いいコンピューターですから、当時の時代軍用とかの値段ですからね。あれが入っちゃうと考えたら、うわ金持ちじゃんっていう気になるよな。冷蔵庫、あ、一回これちょっと資料を調べて見てみたいですね。じゃあですね、続いて、大阪ペンネーム松岡きっこ大好きっこ。遊び。極力弱そうなプロ野球チームの名前を考えてみる。これ、スキャンティーズとかなしにして考えた方が面白いと思うんですけど、それはもうただ単に、
変な話とんぶっ飛んでるのを言えばいいわけですから、なんだろうな、動物の名前とかですよね普通ね、タイガーとか、あれ強そうな動物じゃなくて、動物の名前と企業名の合体ですよ、プロ野球ですから。ダイエーホークス、タカですよね。でもそう考えると広島カープってすごい濃いだもんな、濃いに戦闘力ってすごいないよな。まあどこですかね、会社で言うと穏やかな企業な頃、穏やかなもののみ作ってる企業って言うんですかね。毎日行動、毎日行動、あ、でもあそこは日本行動、毎日行動別か、日本行動か、日本行動とかダメか。メガネドラッグメガネドラッグ、メガネドラッグ、ね、弱そうな動物、魚系だな。シャークとかがかっこいいね。シャークとかかっこいいもんね。シュリンプスシュリンプス、なと、フジッコ、お豆さんのフジッコがプロ野球チーム持つわけですよ。フジッコハムスターズ応援しがいのなさそうなチームだね。でもちょっと考えるとかっこよさそうな名前なんだけど、フジッコガッツってすっごい弱そうじゃない、なんかホモサピエンスって弱そうだね、なんかすごいね、なんかね、なんかすごい普通だもんね。漏れなく我々ホモサピエンスですからね。カメラのドイとか、あれドイホモサピエンス、なんか裸のイメージあるしね。そうなぁ、東京ワンタン本舗とかもそうだよね、あれ一個借りだもんね。東京ワンタン本舗モルモッツ、他のチームの実験台っていう感じのね、なんじゃ、プレジデンツって弱そうですね、なんかね、強そうな名前なのに、なんかプレジデンツってなんだ、俺の中であのすだれハゲの社長のイメージがあるからなんですかね、そんなところですかね。ラス1、福島県ペンネームヤッチとハイジ、遊び、写真を撮るのが好きな人間、向けの遊びです。花屋さんで白と黄色の菊の花束を買って、街に出ていろんな場所に置いて写真を撮ってみる。後からどんな事故があった現場なのかを無理やり想像してみる。これね、このハガキ読んだ時に俺はもうこれで写真集が作れるんじゃないかと思ったんですよ。普通は道路とか多いですよね。道路とかね、ああいうとこありますけど、俺が思ったのはね、栗林、栗の木の下とかにこう立てかけたって、それこう白黒の写真とかでこう撮るじゃないですか。うわー、当たりどこ悪かったんだろうなーっていう感じ。だからこれね、難しいのが、なんかね、どうやってもものすごい悲しい雰囲気になってくる、ね、結構なくて、最初デパートの屋上とかの、よく稲中卓球部とかに出てくるパンダの乗り物とかあるじゃないですか、あの横のところにこうやってスッと置いてあったら、どんな事故だよっていう気すると思ったんだけど、なんかね、子供が死んでたイメージ出てくるんだよ。だから考えたのは、パンダの乗り物の横に菊の花束とヘルメット F1 用のそれ置いてあると、うわぁスピード出しちゃったんだなこれっていう感じになるかなっていうね。あとボーリング場の球戻ってくるとこ、多分ね、それにこう菊の花束置いてあって写真撮ったと、投げようと思ったらボール抜けなかったね、行ったね、向こうまで行ってベルトコンベヤーにこうやって入ってきて、でどうすんだろうあいつと思ったら、あのこうボール出てくる穴とか、うわぐわぐわって声が聞こえて、出てきたとこで死んだね。だから死んだ現場はそこだっていう。これちょっとやってみますよ、写真記録撮ってもいいと思います。これちょっと秀逸なんで、ゴーシリ立ち上げましょうね。遊び、このコーナー郵便番号 107-8006 TBS ラジオ一応インスタルナップス、遊びの狩りまで次逆の歌。中学生のシュート肘ですよ、ダメなんです。リトルの頃は変化球投げちゃう、もう西本だってもうプロでシュートいっぱい投げてもね、肘はシュート肘ですよ、壊れちゃうんですから。今さ徳光さんと
ひろみさんの司会やってるさ、昨日やったんかな、日曜日かな、日曜日やったんだ、あっぱれ平成キングとかいう、いわゆるこうちょっと最近流行りの筋肉番付とか、ああいうテイストの番組で、例えばプロ野球選手がチャレンジして200キロ投げるピッチングマシーンで誰が打てるかとか、俺こういうの好きなんですよ、割と純粋にプロ野球選手ってすげーとか思うやつすごい好きなんですよ。しょうがないんですよ、バカ野球ですから。途中まで俺野球バカだったんですけど、いつも気づいたらバカ野球になったもんですから、それでね、いろんな全国の小学生の野球のエースが出てきて、それをプロ野球 OB 軍団っていうの、1番から9番までレギュラーを何人連続でアウトに仕留められるかっていうのを やってんのよ。でね、本当にお前小学生かってやつ出てくるのね。だってね、まあ4番が昔一緒にスポーツニュースやった元広島の山本浩二さんとか、まあ、山本浩二さんはもちろんすごいのよ。ちょっとバッティングセンターに行ったのを見たことあるんですけど、それでもすごいのよ。普通のそんじょそこらのおっさんなんかに比べたらもう全然すごいから、これ打ち取るだけでもすごいんだけど、1番が巨人の岡崎、元巨人の岡崎で、2番が元オリックスのパンチ佐藤で、3番がね、誰だったっけな、3番掛布、4番山本浩二で、5番忘れちゃったな、まあ高木豊とか、あの辺の、おぉ、1、2年前までみんな現役じゃねえかよっていうのが、いっぱいいるのを何人連続で小学生が打ち取れるかって。で、内野は普通の上手い草野球の守備の人がついてて、ピッチャーだけその地方から出てきていくんだけど、それがさ、小学生オール東京のエースとかさ、そういうなんか全国学童野球大会優勝とか出てくるんだけどさ、一番すごいやつ、18人連続で打ち取ったりするんだよ。小学校6年生だよ。小学校6年生って言ったらまだオムかぶれとかある頃ですよ。俺基準では。ね？もうお母さんにまだ後ろからこう両股を持ち上げてもらって、しにしに来い来いとおしっこ立ち回ってる頃です。俺基準ですから文句は言わせません。ね？頃ですよ。それがさ、170センチ72キロとかで筋肉質なのね。で、何がすごいっても、小学生の野球は基本的に、さっきシュート肘の話じゃないけど、ストレートしか投げちゃいけないの。カーブとシュートダメだから、プロ野球 OB 相手にストレートとチェンジアップ、いわゆるスローボールだけで18人連続打ち取るのよ、この人たちが。これはねすごくて、ただどうなんだろうと思うのが、あそこに出てた人何人か多分ね、何十年後ぐらいにプロで見れると思うんですけど、うわ何人かね、辛いことも待ってんじゃねえのかなと思うもん。うち、俺、高校の野球部だった時にさ、同じ同期でやっててさ、山下くんっていうさ、左ピッチャーがいたんだけどさ、うちの学校左ピッチャーがいなかったの。全くいなかった、入った時に。で、こいつも中学校のリトルでそこそこやってたやつで、結構いいピッチャーだった。で、俺はもうブルペンキャッチャーみたいなのだったから、キャッチボールとかよくやったんだけど、大会が近づくとピッチングマシンがなくて、相手チームが左ピッチャーだと、これバッティングピッチャーやらされるんだよ。で、もう一年後ぐらいにもう左手上がんなくなったもんね、完璧に。だってうちぐらいそんなコロコロ負ける学校でそうなわけでしょ。すごいよな。なんかすごい。この間さ、フープドリームスっていうさ、今ビデオ屋でちょっと凝ったとこ行きあるんだけどさ、ドキュメンタリー映画。俺この間ラジオでしてないよな。俺もうわかんなくなっちゃってるから、俺大体ね。5番は大体3回から5回出て済むようになってるから大丈夫なんですけど。フープドリームスって映画見てさ、それはさ、ドキュメンタリー映画の、向こうのアメリカのドキュメンタリー映画で3時間ぐらいあるのかなんだけど、アメリカってすごいなと思うのが、中学校の時にものすごい、街でもうまい、バスケットボールの選手を推薦入学で、まあこっちで言えばもう超強豪高校みたいな、甲子園常連校みたいなところに入って、その後彼が大学に行くまでにどういう風に曲がっていくかっていうのを撮ってるのね。怪我しちゃったりとか。なんかするの撮ってんだけど、きっとこんなことあんだろうなと思いながらね、つい見ちゃうね。うん。で、もしそういう経験がある人がいたらですね、あの時あの息を投げなければっていうのを書いておくください。もう読むよ。もう読む。で、多分大丈夫すべて。2時50分37秒。ね。先週僕が今凝ってる、セガサタン用のJ リーグプロサッカークラブを作ろう2の話をしたところですね、大変な反響、すごいと思ったのが、セガサターン、プレイステーションのゲームとか、あとまあ、ファイナルファンタジーシリーズとかドラクエの話して反響あるのは、
それはなんとなくわかんですよ。だってその何プレイステーション自体が1000万台近く売れてるわけだし、それから、ファイナルファンタジー400万本とか売れてるわけだし、それはわかんだけど、セガサターンのソフトですよ。それが結構な反響だよね。で、まあやんない人もいるわけだから、2週連続でオープニングで話すことでもないやなと思って、ずっとひいちひいちと喋らずに我慢、初めて我慢ですよ、ね、もう最近ではうんこも我慢しないんですから、もうデパートでもどこでも撒き散らしますよ。あのそれがずっと我慢してたんですけどね、今日ね、俺はね、あのそのワカサギ釣りから帰ってきて、仕事から帰ってきて、そのまま直接 TBS で6時に入りました。で夜1時からの番組ですよ。6時から入ることはないんですよ、どう考えても。でな、何やったかっていうと、普通オタにやたらにこうみんな自分のチームと戦ってみてくださいとパスワードいっぱい書いてくれたんで、そのパスワードを一人でずーっとセガサターンに入力して戦わせたんですけど、強いね。一応ね、これはもう本当に個人的な指針に近いですけどね、ありがたかったのはですね、北海道のペンネームはなしかな、中山さんからもらったエスパーダミカサ、これは強かったです。かなり強かったですね。あ、それかあとはですね、これがね、北海道強いのか、北海道の菅原さんがくれましたミュートス岩見沢、これが高橋さん、めちゃくちゃ強かったですね。で、まあ、強いチームも嬉しいんですけど、中で先週ちょっと普通のお便りを読んだペンネームマージーね、先日多分本名を読んじゃったと思うんですけど、この人がフェリス大和っていう選手を作って、あのチームを作ってるんですよ。で、別にサッカーゲーム普通のゲームですからね、別にゲームと割り切ってやれば自分のチームでいらなくなった選手をボタン1本1個で解雇できるし、ゲームなんだろ、もともとプログラムだって割り切っちゃえば、まあ強いかどうかしか何の意味もないんですけど、彼ね、嬉しかったのがね、自分のチームにいる選手全員のサイドストーリーっていうの、ゲームにそれは出てこないんですよ。自分の中でこいつはこういう選手でこういう経歴っていうのを全部決めて紙に書いて送ってくれたのね。やばいよお前、俺と同じ本当に同じだもん。俺のチーム野田っていう今フォワードがいいんだけど、俺の設定ではスポンサーの息子だから、野田は多少成績悪くても使われるの。必ずオーナーが来てね、野田くんは元気でやってるかなっていうストーリーとか作ってますから、一人で喋ってますから、カズとかジョーとかいても野田は使うことにしてるんですけど、このね、マージーくんなんですけどね、嬉しいのはね、例えばですね、中村っていう選手がいるんですけど、中村のサイドストーリー、中村、元マリノス入団してまだ半年の中村、これからの選手なので、特徴はまだまだない。現在26歳、実力が伸びない場合は、他のチームへの移籍も、考えている。オーナーである私からのサッカーとジャミロクワイどっちが好きという質問に10分悩んでから、ジャミロの帽子をかぶりながらサッカーと答えたのは有名だって。もうこいつの中だけで有名なんですよ。全然関係ないんですから。他にもね、いろんなこと書いててね、笑うんだよな。ブッフバルトも実際にブッフバルトはもうレッズにいるんですけど、彼の中のブッフバルトはもう別のブッフバルトですから。ブッフバルト22歳でこのチームに移籍してきて2年目、彼に関してはもう何も言うことはないというぐらいパーフェクト。敵の連携を崩していくそのプレーに年俸1億円というのはあまりに安いと思うが、本人はそれで大満足のようだ。佐藤玉男の大ファンで、この辺からもうブッフバルトじゃなくなってますから、佐藤玉男の大ファンでファンレターを書くもチームメイトのミッドフィルダー矢野に読まれてしまい、矢野、佐藤玉男の父が揺れるたびに俺がロンドン留学時代に付き合っていた会話例な大混乱を思い出すよというセリフに切れ大喧嘩。勝ったのは止めに入った僕ことワンダーボーイ、選手メーカーになってるんですよ。これ書くの大変だったと思うんですけどね、頭が悪くていいです。かなり悪いです。で、すごいのがここまでやってるのに、彼は他のチームが創立、そのゲームの中の時間で創立20年30年ザラギルの中で7年なんですよ。7年なのはすっごい思い入れしてて、俺例えば俺ですら、まあいいわこいつは切っちゃおうかっていう時に、成績悪いから切っちゃおうかって時に、彼きっとでもなー、こいつが一流になって佐藤玉子に入るまではぐらいのこと考えてから切ってますから、時間かかんだろうなと思ってね。一つ言っときたいのはですね、別に何かきちんと募集して、やんない人もいるわけですから、セガサターンやんない人もいますから、募集してお尻コインをあげるあげないとは別です。これ全然別なんですけど、基本的には僕好きですから、自分のチームはどれぐらい好きなのか、強いのかやりたいからやってんですよね。30男ですよ。でとりあえず肩書きタレントだ、
スターね、スター、スターですよ。ね。スターなの？あ、ちょっと覚悟はしたわけですよ、僕は。どっちかっていうと。それが、普通に入れって、普通のパーソナリティは何時に入ったの？アップスっていうのは、1時に始まる番組は。11時半ぐらい？そんなもん？11時半ぐらいに皆さん入ってるんですよ。入ってる中、入ってる中、6時に入って、ずっとこう、60文字ぐらいありますかね。ずっとこう、けせめど、A、B、は、ろ、BA って打ってんじゃないですか。60文字打って、それじゃあ対戦させようかって言った時点で、パスワード間違えて返してるやつがいいんだよね。その時のショック、何度見直しても、何度見直しても俺はちゃんと入力してるのにパスワード間違えたには勘弁してくれ。な、俺も戦いたいし。で、まだ、俺の一番強いチームとは戦わせないんですけども、俺と全く同じユニフォームのチームが結構何個かあるわけですよ。その選ばなきゃなんないから。でいて、そいつと、エスパーダ・ミカサ、さっき言ったエスパーダ・ミカサっていうチームは俺と全く同じユニフォームなんですよ。ってことは、そのユニフォームはどっちのもんだとかなるわけですよ。どっちが真似してるのか、どっちが偽だっていうんで、ちょうどそのエスパーダ・ミカサの、パスワードを打ち込んだ時に、スタッフがみんな来てたから、スタッフに、所詮、俺アーペやなとはね。所詮このエスパーダ・ミカサなんていうのは、偽アーペなのよ。アーペみたいなチームになりたくてこのユニフォームつけてるって設定だからって試合やったのよ。4対0で負けたよ。俺が偽エスパーダだった。で、偽エスパーダ、その後に、岩見沢のチーム、ミュートス岩見沢もうちと同じなのユニフォーム。3対0で負けたんだよ。そのミュートスにも。他のチームは結構勝ってんですけど、負けるんですよ。で、まあ、これは全然個人的なことで、パスワード不正とかが、相当詳しい人とか、あとハードとかの、こう、オプションのハードとかを使うとできちゃうんですけど、何もかかってないんでやめてください。ただ趣味でやってるんで、それやると面白くなくなっちゃうんで、俺の希望としては、ただこれ単なる俺の希望としては、まず一つはね、裏技で、ジーコとか、あとキャプテン翼に出てくる人とかの名前をつけると強くなっちゃうんですよ、これ。これ裏技で。それが入ってるチームには負けても悔しくないです。負けても全然悔しくないです。あと、パスワードチーム、パスワード不正をしてるチームも負けても全然ですね、悔しくないです。あと、それからね、センスのないエディット選手の名前。これも全然悔しくないです。面白い名前のやつが暴れ回られたとき、これが悔しいです。めちゃくちゃ悔しいです。もし暇な人いたら、自分のチームのパスワードと、チーム名ぐらい書いたら、何年目ぐらい書いて、送ってくれると、個人的にはですね、戦わせてます。俺のユニフォームの中で俺一番強くなりたいんで、またですね、やっていきたいと思います。で、逆付けやってる人は、普通のお便りください。その他の人も普通のお便りください。ここにはこの辺で。